はい、皆さんこんにちは、M です。お久しぶりです。はい、ということでね、サムネを見てびっくりする方もいるかもしれないんですけど、実は M、4月から高校生になりました。はい、ということでね、ちょっといつ報告しようかなって悩んでたんですけど、こんな感じでちょっと報告できたらいいなと思って動画をね撮ってみました。でね、高校は通信高校に入学することにしました。はい、なのでね、またちょっと新しい環境で不安がいっぱいなんですけど、頑張りたいと思います。はい、そしてインスタでね、こんな感じで質問募集をしたので、もうね、このね質問を答えながらちょっと話していきたいなと思います。で、早速今日はこんな感じで答えていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでね、早速1問目から答えていきたいと思います。まず1問目、じゃん、人間関係かな。もうね、めちゃくちゃわかります。まあね、人間関係、まあ結構不登校とか学校に行きづらくなっちゃう子とかは、人間関係とか対中関係とかいじめとか、まあ、いろいろあると思うんだけど、結構人間関係って多いのかなって思ってます。なのでね、すごい自分も人間関係で悩んだりすることもたくさんあるので、めちゃくちゃ気持ちがわかります。今だったら高校に入ってまずどんな人がいるか見てみてみたいな、もうちょっと探り探りで行くしかないなっていう感じなんだけど、もうね、マジで不安だよね。まあでもね、ちょっと行ってみなきゃわからないから、ちょっと頑張って行ってみようかなっていう感じで、もうね、みんなで頑張ろうっていう気持ちですね。で、一緒に頑張れたら嬉しいです。はい、ということで、まあ、今日はね、こんな感じで質問答えていけたらなと思います。結構ね、これはね、同じ悩みを持ってるんだなっていうのをみんなに伝えられるように、そしてね、同じ共感ができるような動画なので、今回はね、こんな感じで質問に答えていきたいと思います。ということで、2問目、じゃらん、ちゃんと通えるのか不安です。いや、わかる。やっぱね、環境がね、変わるっていうのとかもあるし、M 自身不登校、もうほぼ3年間、そうなんだよね、M 実は3年間ぐらい不登校やってて、中1の夏前ぐらいにはもう完全に不登校になっちゃって、で、この YouTube を始めたのは、中1の春とかぐらいなんだけど、そう。もう3年間ずっと不登校で、結構自由な生活をしてきたので、まあ、これからちゃんと通えるのかっていうのはね、M 自身めちゃくちゃ不安なので、この気持ちはめちゃくちゃわかります。でも、一応そういうのも配慮してくれるような高校に入ったので、まあ、ちょっと頑張りながら、無理もしつつ、でも無理もしすぎず、みたいな、いい感じで、頑張りたいなと思ってます。はい、ということで、次、3問目、じゃん、高校生になって何が必要かわからないこと。で、これに関しては全部わかんないよね。なんか物が何必要なのかもわからないし、なんだろう、やっぱ新しい環境になるからいろいろ不安だね。うん、めちゃくちゃ気持ちわかる。でもね、高校に入って少しずつ慣れてって何が必要なのかとか、どんどん気づくようになると思うんで、それまではね、ちょっと頑張ります頑張ろう、頑張りましょう。次、4問目、クラス替えで好きな人と同じクラスになれるか不安です。いや、可愛い不安だね。不安めっちゃ噛んだ。可愛い不安来ましたね。きっとね、多分好きな人と同じクラスになれると思うし、まあ、もしね、なれなくてもちょっと教室とか行って遊びに行ったりして、ちょっ
楽しめるかなみたいな思ってます。クラス替えでね、好きな人と同じクラスになれるといいね、夜も願ってます。はい、ということで、かわいい不安でした。次、5問目、じゃん。新しい担任と新しいクラスは結構心配です。中学最後なので、ちょっとでも楽しく過ごしたいです。中学最後は絶対楽しんだ方がいいから、もうマジでいい先生と最高なクラス当たるといいね。 M の中3は先生もある程度よく、クラスがすごい個人的には好きなクラスで、結構過ごしやすかったです。学校久々に行った時とかもいい感じの距離で話したりとかしてくれて、嬉しい。そこにいてすごい嫌な気持ちにもならずに、行こうと思った時にすぐ行けるようなクラスの雰囲気ではありましたね。ただ自分自身がね、ちょっとずっと行ってないのがあって、行きづらいっていうのでちょっと行けなかったんですけど、でも行ったり行ったですごい優しいクラスだったんで、すごい良かったなと思うから、本当中学最後がね、楽しいクラスで楽しく過ごせることを願ってます。もうきっと多分楽しく過ごせるんで大丈夫です。頑張ってください。はい、5問目でした。次、6問目、じゃん。私は今不登校気味、別室登校気味なのですが、新学期クラスに行けるかなとか、体調崩さないかなとか不安、心配。これはね、新学期とかって体調崩しやすかったり、精神的に不安定になっちゃう時期だと思うから、あまり自分を思い詰めすぎずに、やっぱ無理しすぎちゃうのが一番良くないと思うから、もしね、教室には入れないけど学校には行けるとかだったら、別室登校で頑張って行ってみたりとか、なんだろうね、やっぱちゃんと不登校になっちゃうと、もう別室にも行けないし、教室にも入れないし、そもそも学校にね、行くのがちょっと苦手になっちゃうっていうのがあるかなと思うから、クラスにはね、無理に入ろうとしないで、まずは別室登校から始めてみたりとか、あまりね、無理しすぎずに頑張ってください。これはね、もうみんな新学期だからね、いろいろ不安とかドキドキとか、あると思うんだけど、もうね、これはね、きっとみんなあると思うから、もうみんなで一緒に頑張りたいなって思います。はい。ということで、6問目でした。次、7問目。じゃん。通信の高校行くんだけれど、友達とちゃんと関わっておく方がいいのか。どうだろう、通信の高校、なんかいろんな通信があると思うんだけど、例えば、オンラインで、もうずっとお家にいるだけで、高校の卒業証書が取れるとか、あとは、行きたい時に行ってもいいよ、みたいな。で、帰りたい時に帰ってもいいよとか、結構自由なところだったりとか、でもちゃんと毎日行かなきゃいけないとか、そういうなんか、いろんな高校があるから、まあ、ちょっと、その高校によって多分変わると思うんだけど、まあ、もしね、結構、行く回数が多い、とかであれば、今だったら、友達とちょっと関わっておこうかなって思うかも。やっぱね、無事にちょっと一人でいるのがどうしても苦手な人種で、ずっとね、人とずっとくっついて一緒にいるみたいな感じで、一人で行動がね、まあ、ここもね、自分の良くないところなんだけど、一人でね、行動がちょっとできなくて、誰かいないと不安っていうのがあるから、これはね、なんて言うんだろうね。正直その人の性格にもよると思うな。なんで、一人でいる方が楽だなとかだったら、無理してお友達作る必要もないだろうし、ちょっと私一人じゃ厳しいなとか、ちょっと一人だと心細いなっていう人は、関わってみるのもいいかなって思う。でもね、今はね、ちょっと人間関係もね、うまくいかないから、ちょっと高校こそは人間関係、人と関わる、誰と関わるかっていうのをちゃんとね考えながら、お友達たくさん作れたらなって思ってます。なんでね、まあ、新しい環境で誰一人お友達がいないっていう人
人とかまで一緒に頑張れたら嬉しいなって思います。はい、ということで7問目でした。次8問目、これでねラストです。じゃん。不安、悩みと違うけど学校に持っていく財布の値段と相場とか、遊ぶ予定がある日とかは、なんだ、あと夜ご飯一緒に食べるとかの日はさ、2000円ぐらいお財布に入れるのかな。もしね、この動画を先輩方が見ていたら、いくら持ってってますとか、ちょっと教えてくれたら嬉しいです。はい。でもね、一応ね、今考えてる値段は、普段は1000円、2000円ぐらいで、ご飯食べに行くときとかは、まあ、3000円から2000円ぐらいをお財布に入れておこうかなって思ってます。ただね、実際そこまでお金に余裕があるわけじゃないから、毎日そんな量持ってってるかもわかんないし、ちょっといろいろね、まだわかんないことだらけなんだけど、理想みたいなのを語るとしたら、そんな感じです。ちなみに今いくら持ってくよとか、もう考えてる人がいたら、ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。はい。ということで、以上、8個のね、コメントを今回は読ませていただいたんですけど、全部のコメントの気持ちがわかるんで、ほんと、結構同じ気持ちを抱えてる人がね、やっぱ多いんだなって、改めてね、実感しました。結構さ、中学から不登校ってだいぶ重いじゃん、なんか。大事な部分の勉強をちゃんとやらないで高校に入るわけだから、まあちょっと不安な部分もあるんだけども、もうなっちゃったからね、もうここまで来たらなるようになれみたいな感じで、まあ M もね、 M 内にやれること頑張りたいし、こういうね動画投稿とかも頑張ってやれたらいいなって思ってます。はい、ということでね、高校生になっても M はね、動画投稿はねやめないつもりでいます。続けていく予定なので、これからも見てくれる人、応援してくれる人、一緒に頑張ってくれる人、見てくれると嬉しいです。はい。ということで、M の正体は、ほぼ3年間、不登校の、4月から高校生になる15歳でした。はい。ということで、こんな感じで今日の動画は終わります。ということで、また次の動画を見てくれたら嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ということで、M でした。